レジジョカ今日も撮っていいきたいと思います今日のテーマはですね、そろばん学習のスモールステップはやっぱり素晴らしいというテーマでお話していきたいと思います。えー、スモールステップ、えー、小さい目標を一つ一つこうクリアしていくという、そろばん学習、まあ、特に指導はですね、えー、そのスモールステップを大事にすると。で特に、えー、低学年、 えー、の子にはですね、ものすごく優秀なんですよね。えー、未就学児、えー、もしくは1年生、小学校1年生、2年生なんかはですね、えー、まあ、一緒の場合は、ホップ、ステップ、ジャンプという教材。 から入っていくわけけなんですけど、まずは、えー、ホップの段階で、えー、5玉が絡む計算で、まずは1回、ね、うん、ちょっと、えー、じゃあ2に3足すよ、じゃあ2に3足すといくつ一回頭の中で考えようか、5だね、じゃあ5玉の玉のイメージを思い浮かべて、じゃあ思い浮かべたら、えー、足すの場合は上から変身、上から2回で変身だよ、えー、5に変身なんていう。 ような感じで、えー、5玉絡むとですね若干ちょっと1に2足すとかですね3に1足すっていう、えー、計算よりは1つステップが上がるわけですよね で、えー、それがまあクリアしますと。ね、えー、そうすると次の壁がですね、えー、今度は繰り上がり、えー、になるんですね。8に、じゃあ8足してごらん。8足せますよね。で、そこに3足してごらん。えぇ、ー、下1しかないから足せないよね。足せないときは、えー、3の友達を引いてから10を足すよ。っていうこの繰り上がりですよね。えー、そうやって、まあそこでだいたい あの、未就学児の子や、えー、低学年子たちは、えー、難しいって言い始めるんですよね。今まで順調に、えー、計算ができて丸ばっかなんですけど、えー、繰り上がりで、えー、一回ちょっと難しいって言い始めると。ただ、その、えー、繰り上がりも、えー、何回も何回も練習するとですね、これも簡単にできるようになってくると。えー、で、そうやって気づかないうちに、どん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 小さいステップをこう積み上がる、えー もう階段を登っていくとで気づいたら、ぱって下見たらですねあれ、もうこんな4級まで来てるんだとかですね、えー、そういうような状態になっていくわけなんですけども、えー、ただ、この子供たちはやっぱり気づかないんですよねスモールステップの素晴らしさ、えー、当然、えー、こっちも気づかれないように、えー、気づいたらもうこんなところまで登ってるっていう、あのー、そんな感じではあるんですけどなるべく子どもの負担を えー、減らしながら、えー、小さいステップをこう上がっていく。で、このソロバン学習でのそのスモールステップという話、素晴らしいという話をしたんですけど、ただこの、えー、スモールステップに関してはですね、どの、えー、学習教科にも非常に有効に使えるんでですね、あの、ちょっとずつちょっとずつ目標をクリアして、えー、少しずつ少しずつレベルの高い問題を解いていくと。 え、ぜひですね、え、ご家庭でもね、このスポール、スモールステップ、非常に学習にはですね、え、有効だとゴリ先生思いますので、え、動画にさせていただきました。はい、え、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。